揃ったスタートを切りました18人の優秀たち。2番人気のラインクラフトはデアリングハートのすぐ後ろ、今日は前目の位置を進みます。その後方、1番人気シーザリオはハイペースと見たのか位置を下げていきます。シーザリオさんは流れに乗らない策に出ましたか。ですが前との距離も広げたくはない。私はこの位置で前走から一転、ラインクラフトが前に来るということはそれだけ警戒してるってわけね。後ろは残り半マイル、馬群も徐々に詰まってきました。後ろに控えたシーザリオは窮屈なところに入っています。思ったよりペースが落ちた。このペースでの先行有利、前が空いたらその時に。私の仕掛けを待ってる。外からはメサイヤさん、後ろにはシーザリオ。焦るな、見極めろ。スパートをかけるならここだ。